皆さんこんにちは。ミックマックの広報担当、ミックマックです。今日はみんなにクイズを出します。保護者の皆さん、ぜひぜひお子さんと一緒に考えてみてください。良い子のみんな、これからミック・ザ・マックと一緒にゴミのことを勉強していこうね。おっしそれではミック・ザ・クイズ。じゃじゃん。みんなが使うクレヨン、幼稚園や保育園でたくさん使うよね。このクレヨン、一体何ゴミで出すのが正解でしょうか。みんなで一緒に考えてみよう。ちなみにゴミというのは大きく3つに分かれます。燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源化物。資源化物というのはリサイクル、つまりはもう一回使えるということだよ。クレヨンは燃えるゴミかな、それとも燃えないゴミかな、それとももう一度使えそうかな。おっと、ここでミックザタイムアップ。正解は燃えるゴミでした。みんな分かったかな。もしクレヨンをご自宅で捨てることがあれば、燃えるゴミの日に捨てようね。だけどその前にクレヨンは捨てずにちゃんと使い切ろう。もしよかったらこのミック・ザ・マックの似顔絵を描いてもらえると嬉しいぜ。それでは今日はこの辺で、また来週お会いしましょう。最後に Go! Me! Station! 岡山のゴミのことならビッグマック。